今年に入って大きな地震が世界各地で続発。一方国内では静岡県の伊豆半島を中心にかなりの地震が発生。大地震の前触れか、地震の予知はなど、地震に対する国民の関心は一段と高まっている。こうした折から横浜市消防局は起震車を開発。市民が地震の時慌てないように、これで地震を体験して慣れておこうという狙いから制作されたものである。また東京都では都内の小学校から高等学校に至るまで地震と安全という副読本を配布。地震に対する心構えや行動について分かりやすく解説し、常日頃から防災教育に努めている。建設省建築研究所、ここではビルなどの耐震壁の強度実験が繰り広げられている。震度6以上を想定しての実験も行われ、こうして得られたデータをもとにビル建築の安全性に大きく貢献している。一般の防災に対する関心も高く、大地震の前兆現象を捉えようと真剣に取り組んでいるアマチュアの地震研究家も多い。横浜市鶴見区に住む清水幹夫さんもその一人。ごく平凡な主婦だが、ナマズなど動物の超能力を書いた本を読んでから地震に関心を持つようになった。予知能力を買われて一家の一員になっているのが犬と猫、それにチャボである。さらに最近観測用の井戸も掘った。観測を始めて半年、今のところ異常はない。独自の地震対策について清水さんは。最初ね、測るのはとっても何とか億劫っていうんだったけど、最近はどうかな、異常がといいなっていうのはおかしいんだけどね。帰ってあんまり全然9月いっぱい全然地震なくてね、なんだかつまんなかったね、来月は地震があるかしらなんて言ってね、まあ大きいね、怪我をするような地震があっちゃ困るんですけどね、やっぱりいろいろ経験しなくちゃならないもんで、まあぼちぼちのんびりと何十年もかけてやってれば大きい地震ぐらい予知できるんじゃないかと思って。